続いて宇野住まい青年会をご紹介いたします。宇野住まい青年会が継承する虎舞は大神楽の表紙を取り入れたようにも思われる趣を持っていて、優雅な舞であることからメストラと称されており、現在でも手踊りが数多く伝承されているのが特徴です。地元の宇野住神社に奉納し、先日行われた宇野住神社例大祭でもおみこしのお供役として参加しています。昭和初期に銅板の巻いてある横笛が発見され、言い伝えなどによりこの笛は江戸時代のものと推測されることから、江戸時代中期に上平郡より伝わったとされています。平成24年、釜石虎舞の一つとして市の無形文化財に指定されています。それでは宇野住まい青年会の皆さんです。どうぞ拍手でお迎えください。通り林は、神社仏閣などにお参りする際に、生やされる太鼓でございます。我々宇野住まい青年会は、宇野住まい虎舞を継承しておりますが、簡単ではございますが、踊りの合間に、ご紹介をいたします。続きまして踊られますのが、虎頭を使った舞ヤグルマをご紹介いたします。ヤグルマは俗に遊び虎と言われ、春うららかな日差しを浴びた虎が無心に遊び戯れる様子を踊りにしております。またヤグルマの名前の由来は、端午の節句にくるくると回る鯉のぼりのヤグルマに太鼓のバチさばきが似ているところからその名前が付けられたと言われております。それではヤグルマをご紹介いたします。
俗にマタギに追われた虎は手負い虎となり、ついに荒れ狂います。それを踊りしたのが羽虎でございます。また続けて笹ばみをご紹介いたします。笹ばみは、虎頭を使った舞の一部でございまして、これが笹ばみが最後となります。その笹ばみなんですけども、虎の武器は何といっても鋭い牙でございます。その鋭い牙を硬い竹で磨く様子を踊りにしたのが笹ばみでございます。それでは羽虎と笹ばみを続けてご紹介いたします。
はい、ありがとうございました。先ほどの踊りが、笹まみでございました。続きまして、手踊りのジンクをご紹介いたします。宇野住まい虎舞には、数多く手踊りが伝承されておりますが、今日は、めでたい踊り、素朴ではございますがジンクをご紹介いたします。本日はありがとうございました。